いいね。じゃあどうもショータイムゴルフです。今回はですね、僕が実際に使ってパターが上手くなった練習器具を紹介していきたいと思います。お願いします。1個目はこれ、鏡になってるんですよ。ああ、自分の顔見れるように。そうそうそう、俺イケメンだなって、うん、毎回チェックできる、うん、そういうボケ欲しいよじゃなくてですね、じゃなくてちょっとこっちから撮ってくれ、真上から撮ってね、真上から撮るとこういう風に、はい、イケメンが映りますね。あ、映るね、映るかぶせてくるね本当の目的はこういう風に目線を合わせるんですよ、この黒い線に自分の目を合わせて。そう、あー、ここの、そうそう、じゃあここの、あ、ここのね、ここ、うん、目の落下地点をボールにすると。そうそう、なんでいつも同じ位置に、うん、目の真下にボールが来るようになるんですね。あ、なるほど。あとここにショルダーラインっていうのがあって、ここの赤いラインに肩も合わせてアドレスすることができます。なんで毎回同じアドレスでパターできるっていう優れものです。これストロークのラインも合わせられると。ストロークのラインもそう、まっすぐ、ストロークもまっすぐ引いてまっすぐ打つみたいな。このドリルでじゃあ実際に球を打つとき意識してることとかはないんですか？意識してること、目を合わせてそのままストロークするだけ。目合わせて、うん、肩のライン合わせて、 あとはもう肩でストロークですね。じゃあもう何も考えずに、で打ち終わった後も目は下に止めてるんです、うん、なるほど。じゃあ何球か打ってもらいましょう。本当に平均多分3パットぐらい違ってきたと思う。へえ。これやってから上手くなった。これいつもよく分かんなかったんだよね俺。なるほど、合わせてやっぱりいつも同じアドレスできる人少ないから、うん、難しいから。目がこっち行ったりこっち行ったり絶対してるはずだから、そこを合わせると。そうそう、肩もこっち向いたりこっち向いたりしてるから、アマチュアの人そのまっすぐ合わせる。よし、鏡修正できるから、これは。なるほど。で、これで何回かやってこのアドレスを固める。そうすればコースでも正しいアドレスが、で正しいストロークできてても、うん、毎回同じアドレスじゃなかったら、うん、思ったところに打てないから。なるほど。でもいいね、正しいアドレスをすることから。基本の木の字のところですか。そう、そっからだからストロークとかは。これでもあれだね、上手い人より初心者の方が大きく変わりそうだね。そうだね。俺なんてやったらすごい変わりそう。こっちやってみて。うん。だから普通に一回目つぶって自分がどこにいるかっていうのをまず知ることもできるもんね。やってみ。こうやって構えて目つぶって心地いいアドレスのポジション。どう？あ、すごい目があれだわ。どっち行ってる？目が手前。手前でしょ？目を合わせるってここだもんね。そうそう、だから正しくないんだよ。こうだったから今まで。そうそう、ここに合わせるとちょっと前傾が深くなるようなイメージだけど、うん、確かに打っていうか、うん、いいね。あ、肩とかどう？そう、肩のアドレス向きとか。肩の向きは良かった。こういうことでしょ。肩をどこに合わせんだかい。赤いラインか、赤いラインの、ごめん、一番手前の、うん、こういうことだ。ああ、なんか普段自分で打つときより、うん、もう これだけでストロークしてる感じ、うん、でしょ。いつもはちょっと手指導だった。うん、これだから本当におすすめ。全く使わなくなる、完全に肩のストロークだ。うん、一番パターでやっちゃいけないストロークはやっぱ手で使うことだからね。肩でストロークすることがだいぶストローク楽になる。うん、アドレスするだけで自分から肩でストロークしようとしてるっていうよりも、このアドレスになったら勝手に肩のストロークになるわ。いや、いいストロークだよマジで。これいいですね。そう、俺は
ぜひ。これ5000円ぐらいかな、確か。Amazon とか。Amazon で5500円とか。5500円で3個ストローク積み割れたら安いもんですよね。このストロークできたら、あとはもうラインを読めればいいだけだね。うん、まあ思ったところに出せれば別にラインなんて読めてなくても別にいいもんね。ありがとうございます。はい、いい感じでした。はい。でもう一個。もう一個はこれです。ペルツゴルフ。ペルツゴルフ。はい。これ多分松山選手も使ってます、ね。四足も使ってますね。そう。五四足も。これはもう。鉄球に当たらないように。ああもう打ち出しですね。そう。おおうまい。やっぱパターって出だしで1センチずれれば10メートルぐらい距離あるって結構なあれじゃないですか。うん。結構差が出るじゃん。10メートル。そうですね。出だしの1センチ。手元の出だしの1センチはもう10メ、1メートル先だとまた変わってきますからね。ナイス。これ俺簡単にやっちゃってるけど、うん、多分超むずい。ちょっと俺にすごいやりたいそれ。え、これあの最初のフェースはここに合わせちゃっていいの？そうそう、最初のフェースそこに合わせて、でまっすぐ打てるんでしょ。そうそうそう、ほら難しいでしょ。難しい、難しいでしょ。よくできたな。うまくてですよね。組み合わせて鉄球に当たらないように打たないといけないですよ。やっちゃう。肩のラインとか全部合わせて。うまい。これはすごい感覚が。これラウンド前とかいいね。うん、研ぎ澄まされる。相当集中するから。うん、うまいね。でもこのポイントはやっぱ肩でストロークすることが大事。ちゃんと手でやっちゃったりすると鉄球に当たるから。ちょっと前のさ、今までのアドレスでもやってみていい？うん。あとは鉄球に当たるかどうか気になるけど、見ないようにずっと球のあるところを見ることだね。これ思ったところに打てるようになる練習ですね。うまいね、かっちゃんうまいね。でも肩いいじゃん俺。うん、肩いいなるほど、これいい、うん、これいいよね。すごいベストな方を考えちゃった俺。はい。これ合体みたいなあ、いいね。これで目線も合わせの、肩のラインも合わせのみたいな。究極だね。究極のドリル。究極だねこれすごいよ。ペルツのやつはアマゾンで確か4000ぐらいかな。これやったら多分すごいと思う。うん。アドレスも決まるし、ストロークも綺麗になるし。うまい。ちょっとやってみてよ。ああ。応用編。ナイス。いいね。うん。完璧です。完璧ですね。どこ？ちっちゃい。何これ？柔らかい。どこでいい？これ？うん。ね、ちっちゃい棒みたいなんですよ。ゴムでできた。これをこういうこと？骨穴に刺せば、そう。それに当たんないように。何これ？え、これ一生売り？いや別売り。これ別売りでね。オッケーオッケー。そう、これでこれに当たんないようにストロークすれば、ああ、まあ同じような効果が。そうそう。その芯に当てることができる。ペルツゴルフと。当たんないね。ギリギリ。ギリギリだねこれ。本当に完璧な。うん、超ギリだけど。ペキカンなストロークじゃないとこれうまいね。これ当たったらどうなの？あ、こうなるんだ、うん、そう、これに当たんないように。まあ、ティーでもいいんだけどね、そこに入れるのが。当たった当たった怖いなこれ。だからこれを意識してやんないで普通にストロークした方がいいんだよね、うん、そう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 。ドレスと肩を合わせ、肩でストローク。そう、いいね。これじゃデカすぎるよって方はちっちゃいバージョンもありますので、僕はこっちをコースに持ってって、あっちの大きいのは家でやってますね。こっちの方が持ち運び便利なんで。あ、持った。
まあ、この3つで僕は大学時代めっちゃ練習してパター上手くなりました。これは本当にいいと思う。ではね、なので皆さんぜひお試しください。お試しします。以上、今日のショータイムゴルフでした。ありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。